声なしですね、国を挙げての。そうですね、やっぱりベデラビューとかはやっぱりそういう選手はあんまり出ないからやっぱり大変なもんなんでしょうね、国民を挙げて。かつて日本もそうだったですよね。日本上映最上昇道、世界フェザー級チャンピオン最上昇道、今晩のウェイト126ポンドちょうど、フェザー級のリミットいっぱいです。ウェイトコントロールはうまくいきました。アントニオ・ゴメス、世界フェザー級1位アントニオ・ゴメス・ベネズエラ、今晩のウェイトが125ポンド、西条よりは1ポンド軽いウェイトで 56.7 キロであります。今晩のレフリージャッジは、まずレフリーがアメリカ人のアルフレッド・ピーター・ジャルソーさん、ジャッジが日本の吉田優作さんと宇後武雄さんであります。田辺さん、はい、最上は最初どうしますかね。やはり足を使ってですね、じっくり相手の動きを見ていくと思いますよね。まず見る、はい、打ち合っちゃ不利ということでね、昨日あたりの記者会見でもそういう記者の質問に対して西条はいや打ち合いますよと時折強気が覗いたんですが、しかしやはり相手が出てくるとやっぱり自分も打ってしまうでしょうね。さて第1ラウンドのゴングが鳴ります。こちら側が西条のコーナー、金平会長、西条翔介トレーナー、そしてサンデー伊藤さん、これは3年前タイトルを取った時と同じスタッフであります。第1ラウンドのゴングが鳴りました。白いトランクスに白いシューズ、ピンクのベルトライン、一方のゴメスは黒のトランクスに線は紫であります。黒いシューズをつけております。身長では4センチ高い西条、第1ラウンドどういうボクシングを見せますか。挑戦者のゴメス、大場さん、はい、このゴメスの体が非常に柔らかい感じがしますね。そうですね、すごく足がものすごく細いですね。こういうような感じだと西条選手のようなアウトボクシングはどうですか。割とやりかもわかんないですね。でもまだわかんないですね。まだ第1ラウンドが鳴ってから今ゴメスが一発打っただけで西条全然打ちません。じっくり戦うということでしょうか。左のジャブは空を切りました。ゴメス、西条の第1回防衛戦が44年の2月、ペドロ・ゴメス、その4つ下の弟でありますこのアントニオ・ゴメス、お兄さんと対戦した時には初防衛戦ということもありまして、だいぶ西条も硬くなりました。その後ホセ・ピメンテル、スティーブンス、クロフォード、クロフォードと戦って今晩が6回目の防衛戦です。世界フェザー級チャンピオンの西条、小さくジャブを出しました西条です。田辺さん、第1ラウンドお互いに動きがいいようですね。非常になんかこう相手をじっくり見てますよね。あまり手数がないというのがこのアントニオ・ゴメスの攻めてもの救いでありますが、打ったパンチは強そうです。挑戦者のゴメス25歳、西条右を打ちました。西条24歳、おばさん、はい、このゴメス選手顔が小さいでしょ。そうですね、なかなか顔を狙いませんか、こういう相手は。そう、すごくやりにくいですね、的が絞りにくいですから。まだこれといったパンチを出しておりませんアントニオ・ゴメス、小さく上体を使いますアントニオ・ゴメス、西条のパンチは外して、これはスリップか、左のストレートを打ちました。これはスリップですね。レフリーのジャルゾーさんは取りません。第1ラウンド終わりました。今のダウンはスリップダウン。このラウンドは5対4ゴメスですね、はい、126ポンドゴメス選手が125ポンドであります。試合は第2ラウンドに入ります。田辺さん、第1ラウンドの今ゴング間際の、レフリーは
スリップダウンを取りましたね。私は左が当たってですね、尻もついたような感じしたんですよね。そういう意味でゴメスのラウンドを買ったわけです。あ、そうですね、はい。レフリーの判断はスリップダウン、ナックダウンではありません。試合は第2ラウンドに入りました。花さん、はい、今一発ポンと出したのが西条の顎にね、入りましてね、ちょっとヒヤッとしたんですがね、まあ、スリップダウンということでレフリーは、まあ良かったですけどね。なんか西条選手ちょっと大振りしてるような、ちょっと気負ってるような感じなんですけど、まあ、早くリラックスしてほしいですね。特に右のミスが目立ちますかね。そうですね。試合は第2ラウンドに入りました。強い左のストレートを打ちますゴメス、じわじわっと出てきました。大場さん、はい、ゴメスの左はどうですか。そう、すごく伸びますね。すごく伸びる、見た目よりね、すごく伸びる感じですね。獲物を狙うような鋭い目ゴメス、盛んに左を使います。西条これ動かないといけませんね。そういう時はさん、はい、西条の足はどうですか。ちょっと止まってますよね。なんか一発の右の服の簡単でも狙うっていうのはそういう感じがしますよね。はははは、もう少しリラックスに動いてですね、ジャブを打って右のストレートの簡単とかそういうの出てもらいたいですね。狙ってますかね。今西条の右に対しまして、左に対して右のボディーブローを打ちましたゴメス、うまく相手の動きを見ておりますゴメスであります。落ち着いた試合をします挑戦者のアントニオ・ゴメス。ちょっと西条の右のブロー、左のブローが低すぎまして、レフリーのギャルソーさんから注意であります。ストレートの相打ち、左のフック、ゴメス。大場さん、パンチがありそうですか、やっぱり。そうですね、やっぱり評判通りね、重い感じですね。重い感じね、はい。スピードはそんなにないように思うんですけどね。よくゴメスは西条の動きを見てますよ ね、はい、すね。非常に落ち着いてやってるような感じですね。クリーンアッパーから左を打ちましたゴメス。ちょっと当たりませんね、最初のパンチが。遠いんですかね、田辺さん。スピードがないですよね。スピードがないですか。ちょっとこの正解だったな。第2ラウンド終わりました。5対5にしました。はい、花はじめさん、はい、1、2ラウンド終わったところで、このゴメスの動きどう見ますか。どうですか。チャンピオンと逆に反対で、こっちの方がね、挑戦者の方が落ち着いてるって感じがしますね。あ、今のところ相手をよく見てるんですね。なんか最初選手にそういうものをね、むしろ逆になってほしいと願いますよ。田辺さん、今のところ心理的にはどういうふうに。西条もなんか自分の思う通りにならないなっていうような感じで、ちょっと困っているような感じですよね。まあ、これからボツボツ自分のペースに持ってこようというのは戦法で出てくると思いますけれども。田辺さんがおっしゃる一番思うようにならないというのはどの辺ですか。結局左ジャブが打ってもですね、うまく当たらないってことですよね。それに右ストレートを狙ってもヒットスリップでかわす、外されるってことですね。低い姿勢を取ります挑戦者のアントニオ・ゴメス。左のボディーブロー、チャンピオンが左のボディーブローを打ちました。田辺さん、手数はそう多い選手じゃないんですね。ないですよね。打った後にですね、スポンと打たせてきますよね、今みたいにね。 あれがうまいですよね。打たせといて打つ、左のフックを打ちました。これはかなり強いパンチ。ゴメス、インサイドパンを打ちます。右のフックでダウン。ゴメスの右のフックで西条ダウン。第3ラウンド、非常に強いパンチだ。回るかどうか。膝一本打ちます。最後押し返す。
取られた西条が猛然と打ち返しました。さあこの後が西条危ないでしょうね。そうですか、さあこの後まだ時間がかなりあります。第3ラウンド西条はどう打つか。クロスストレートを打ちました。ゴメス大きなビンアッパー、これをかわして西条左、一旦は西条ピンチに立ちましたが、メス1回戦を踊り第3ラウンド終わりました。このラウンドどうですか。ごめん、西条頑張って5対4にしました。西条の5対4、であのゴメスの5対4です。ゴメスの5対4、はい、ワンポイント入りました。日本ではスロービデオでゴメスの右のパンチ、これで西条がダウンしたんですね。あ、顎に当たってますね。田辺さん完全に入ってますね。さあ試合は第4ラウンド、今スローモーションでご覧いただきました、あのスロービデオでご覧いただきました、あの右のフックで西条がダウンしたんですが、その後前の第3ラウンドは激しい打ち返しまして、田辺さんの採点では5対4までポイントを持ち直しております。試合は第4ラウンドです。あの左ストレートが伸びますよね。伸びますね。花さん、ここでね、西条君に何をやってもらいたいですか。今はやっぱり僕はね、もっと足使ってほしいですね。足を使ってね、もっと足を使ってね、あのどん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 あの回り込んでほしいと思う。あ、足が本当に動かない今日は。大場さんね、ゴメスが西条をダウン取りましたね、その後西条の反撃があったでしょ、あれはあの倒したゴメスとしては意外だったんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。そうですよね、やっぱり受け身になると思ったところ逆に反撃してきましたね、ちょっと戸惑ったんじゃないですかね。あの辺がいかにも最上らしいところであります。試合は第4ラウンド、右のフックを狙う最上、世界フェザー級タイトルマッチ、最上選手の6回目の防衛戦、東京都体育館です。無理な攻めをあんまりしません。ごめん田辺さんね、ファイターといってもものすごいファイターではないんですね。ないですね。この非常に水目なね、あのクレバーなボクサーですよね。相手が打ってきたところミスを誘って、あの細かいパンチ、右のアッパー左に引っ越してますよね。非常にそれがインサイドに監督になって入ってますからね、ダメージが非常に大きいってことが言いますよね。磨くジャブを出しました。挑戦者のゴメス、前の第3ラウンドに右のフックでゴメスがダウンを奪っています。チャンピオンがダウンしています。この距離にいますとゴメスの左のストレートがこうやって飛んできます。ちょっと近いですかね、田辺さん。最後は止まってますからね、左が来るんですね。西条が右のフックを左、右のチョッププロ、これはナックルが当たっていません。ゴメス右のボディープロ、さあ打ち合い、4ラウンド終わりました。5対5の互角ですね。互角ですか、はい。この放送は全国26局をネットしてカラー実況中継でお送りしております。なお先ほどもちょっとご紹介しましたように、カラカスまで2万キロを結んで、衛星中継でこの模様がベネズエラに放送されております。試合は第5ラウンドに入りました。8月20日に来日したとき、このアントニオ・ゴメスは羽田空港の記者会見で西条選手をノックアウトで破るとこのように語りました。
昨日の記者会見では10ラウンドまでに破るとこのように言っております。大変に自信を持っております。昭和43年9月ロサンゼルスでラウル・ロハスからタイトルを取りました時の西条はフットワークを華麗に使って鋭い速いパンチを放っておりました。ためにロサンゼルスではブレイザー西条、稲光西条というニックネームがついておりました。最近はそういった華麗なフットワークは見せません西条です。田辺さんね、はい、この左に回るだけでも随分違うでしょうかね。違いますよね。相手の右を、左をジャブ食いませんからね。西条が右を打ちます、ね。はい、左右にもう少し動いてもらいたいですよね。おお、右の服、これは強い、これは強い、狙ったパンチだ、狙ったパンチだ、おそらく勝てないだろう、おそらく勝てないだろう、狙ったパンチだ。左のリードパンチを態度出してたね。第5ラウンド2分7秒、アントニオ・ゴメスのナックアウト勝ちであります。西条選手、世界チャンピオンの座から滑り落ちました。これで、日本は小林西条と敗れまして、チャンピオンが3人となったわけであります。そしてなおベネズエラはビセンテ・ロンドン、アルフレッド・マルカノ、そしてこの今晩チャンピオンになりましたアントニオ・ゴメス、3人のチャンピオンを持つ国となったわけです。それではリング上でゴメス選手に聞いてみましょう。これがフィニッシュパンチだったわけですね。普通のなかったけどな。それではリング上のゴメス選手に今ベネズエラの放送局がインタビューをしておりますので、ちょっとインタビューを通訳の高橋さんに聞いてもらいます。高橋さん、今ゴメス選手なってUna palabra para el papá. ¿Ahora qué? ¿Dónde está? ¿Ahora qué? 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 ¿Ahora qué?同時にですね、ベネズエラ そのボクシングコミッションにも与えられたチャンスに応えることができて、満足して帰ることができると新チャンピオンのゴメス選手に通訳の高橋さんからお話を伺いました。